ねえ、そう考えるとさ、福岡なんかは、ごまさばなんていうのは、普通に食ってるよ、みたいな感じだけど、大阪なんて、そんなのねえよ、どこも、みたいな感覚。ましてや関東なんかねえじゃん。うん。まあ、足が速いっていうのが一番なのかもしれないし、うん、サバは冷凍しちゃうと、解凍の時に、なんだろう、旨味が流れ出るっていうデメリットが多すぎんだよ。で、そこまでサバって高値で流通しねえから、そこまで冷凍技術をかけて、市場に下ろす必要はねえんだよ。せいぜいカツオまで、冷凍で市場に下ろすの。だから冷凍で下ろさないのは、寒ぶり。うん。うん。アジの方が美味しくない？だから、関アジだってあんじゃんかよ。関サバ、関アジ。俺どっちも食ったよ。俺大分行った時。うん。俺を大分行った時、料理屋入って、どでかい水槽あって、その門番のやつが泳いでんの。もうやめな、ここって思って。値段書いてねえんだけど。ああ。おみたいな。これってどうしてくれんのって言うから。まあ、お作りできますけど、って。まあまあ、その時は、うん。光物にしようがって、それは、まあ、あえて俺は何も言わない。だってよ、シャムよ、事実を言っていい？国産シマアジの 90% 以上は養殖だからな。うん。だから、餌を変えてってんだよ、どんどん。だから、養殖業者も試行錯誤して、頑張って、より良い出荷状態をキープしてんだよ。だから、年々良くなってってんじゃない？まあ圧倒的にブリに関しては氷見だな。もうあそこはしゃあねえな。うん。アジングで釣った、だから釣り上げてその場で食ったらそれはうまいよ。ビーってすぐ皮剥げるしな。頭ドーンってな。ギャーってな。ブルブルブルンってして。アジングなんかもめんやったらめん。山ほど釣れちゃうからめんどくせえだんだよ。でも今の時期だったら、エギじゃねえの。
ああ、頭ボーンって叩いて、ポキってやればいいだけだから。うん。ポンチ？ああ、それは幸せなことだね。うん。羨ましい。ヒット商品だよ、それは。人生の中でそうそうあるもんじゃねえ。兄さん見えるからね。シャム。アニサキスは目視できるからね。うん。寄生虫だろ？いるのが見えるから。そうそうそう、あの行虫みたいなやつだよ。見えるよ。違うよ。内臓にいるのは、シャムな。もともと、サバの内臓にいて、サバが死んだらね、自分の命を減らしたくないから、身の方に移動して、あの、皮目と油の栄養分の多いところに移動するんだよ。ハウルいらっしゃい。夏にカツオで当たりました。それは何ガツオで当たったのかな。まあ夏だから初ガツオで当たったのか。戻りで、まあ戻りは早すぎからな。ホタルいらっしゃい。お茶店ありがとう。自分はイワナさばいて食って一回当たりました。あ、そう。俺は、当たったことは一度もねえな。まあ、俺はほら、フライやってるから、ほぼピッてリリースしてるけど、最初の頃は、なんか食ったりはしたけど、サバを減って、うん。まあでも、まあうまくいってるところじゃない、関サバは。ブランダーになったよね。あれはプロデュースが、しっかり誰かはやったんだろうな。だってよ、考えてみな、豊後水道の日向灘のあそこで大分で水揚げされるのと四国で水揚げされる、取れてる漁場は一緒なのに値段全然違うんだから、物は同じなんだよ。ただあの席ってつくだけだから。でしょ。おい、今下おるから降りてこい。何に？用事ないから俺。用事ないから。
俺があるんよ。俺はないって言ってんの。なんすか、コメントで書いてくださいよ。だって俺、人に会いに行くほどの用事はないよ。お前喧嘩売っといてよう言うな。とりあえず降りてこい。いやいや、ボギーさんさ、俺の店来たって、酒飲んでさ、普通に飲んで帰ってくれたらいいけどさ、グラスぶん投げてさ、ガチャガチャやったじゃん。まあ、俺、ありがとうございましたって言ったじゃん。ほんで、ね、うな、お前、飲み、来いよ。いや、それ、いかねえよ。それ、無理だって。うるせえな、俺にええよ。ピッポッパだよ、もう。いやいや、ワンパンとかしないよ。また50万円じゃねえかな。本当にいるのかな？知らねえ。うん。鳴らすんじゃねえ。いたら。ボギーな。うん、了解。佐野さんがワンパン食らうってこと？あ、うん。俺が食らっても大丈夫よ。すぐノックアウトだから。二発目食らわない自信ある。一撃だから。うん。いいだろ。二発食らわないんだから。ボッコボコにはされないから。顔、顔面腫れ上がるほどなんか、もう、ボコボコになんかされないから。一発でコーンって乗されて終わり。いや、ラータ、そこは、そういうツッコミは、俺はしたくない。いや、いるけど、じゃあよって、今度よって、俺、ね、ナンバで飲んでることは多いから、ね、どっかで会った時に、うらね、飲んで歩いてる時は、会ったらよろしくなって言ってくれてんだから、うん、まあまあ、たまたまね、って。そんなんで終わらすわけないやろ。お前、世の中甘く見てるやつせんか？え？え、ボギーさんって、どの世界のお話をしてるんですか？それはそちら側の世界の話でやってくださいよ。マジで。マジで。いや、無理筋っていうか、いや、まあ、だから、
結局んとこ、あの、バール事件以降、佐野は、あの、泣きの佐野になっちゃったから、佐野には何やってもいいっていう流れができちゃってるから、もろくそ山ほど嫌がらせが来たの。おう、そうやで、俺の生き方や。あー、ボギー？うん。いたぶってやるわな。だって俺はそっちに恨みは別にねえから。ただ俺の放送を荒らさないでくれればそれでいいから。俺はここがお仕事だから。ね。だから俺はねっつってんの。じゃあ書きゃいいじゃん。何の用事があんだっつうの。コメントに残せない用事なの？そんなの用事でも何でもねえじゃんよ。謝りなよって何に対して謝るんだよ。お前の意見なんてどうだってええねん。うん、そういうことですよね。だから、まあ、もう関係ないモード入ってるわけじゃないですか。ララちゃん、コンテありがとう。しずく、いらっしゃい。なんかね、俺は日常普段ね、のんきにのほほんと最近ね、配信も静かに静かにって心しとけや。大丈夫です。はい。よろしく、ボギーさん。ね。おう、バニラ。じゃあ、いつもありがとう。お茶店ありがとう。いや、勝ちか負けかって言ったら、別に勝っても負けてもいないんだ。怖いな。全然。お前よ、マーモン、普通のコメントも打てんだ。バカが。タヌキミンがよ。バレてんだからな、この野郎。ヒロちゃん、お茶店ありがとう、みちゃも。いや、中身焼酎でって、昨日、坊ちゃんが買ってきてくれたの。いいの？お茶店ありがとう、ブルース。いいよいいよ。うん。でもさ、うちのリスナーって、優しいよな。だってさ、この数字でさ、まあ、昨日もさ、坊ちゃん来ても、ほぼ数字変わんねえだろ。むしろ、いるんだったらこっち座らせろとかさ、もうさ、無理くりだからで、坊ちゃんも放送好きだから、え、言っていいのってなるわけじゃん。もうこっち来いよって。来たーになるわけじゃん。みやび、いらっしゃい。そらしゃねえな。いや、わかんない。そこは揉め事をしたのは俺は知らない。
夫人は佐野にとってはマイナスでしかないやろ。具体的にどこがマイナス？だって坊ちゃんと俺が仲良くし始めてっから、俺が放送の収益に対する率が下がったりはしてないよ。いわゆる経営に関してはマイナスは出てないから。これ考えたらちょっと放送打つんなってなるけど、そうじゃね、経営。うん、打つったっていいよって。うちのリスナーは分かって見てくれてっから。あーもうまあもんね、ブロックです、さよなら。タナティンはブロックです。楽しいもんな。まあ俺もさ、一人で喋るときは、例えばさっきの市場とかさ、漁協の話とかさ、ねえ、アサリ分まいてさ、国産偽ってさとか、それこそねえ、シラスウナギ中国から輸入して、日本で日本産とか国産とか、やってんだけど、ハイボールありがとう。強気に取るボギーはブロックしない。この間ブロックしたよ。うん。あまりにも今から下降りてこいって言ったから。いや、降りないよって言ったの。で、それは俺ちゃんときちっと理由を言ったから。一人降りてこいって言われたら、あいつが降りてんのに次も山ほど来たらどうすんのって。そんなの知らねえよってなるよ。じゃあ会わねえよって。ハウルはありがとう。そうだろ、関係ねえようになっちゃうよな、多分向こう側の考えだったら。俺が会いたいだけなんだよ。今のことを言ってんだよ。ああ、いや別に今日のことに関してはコメント書いてるから、うん。喧嘩腰じゃないよ。うん。今のことを言ってるはよくわかんないけど。